ゼッケンナンバー45、テレビ福島アナウンサーの杉浦裕二です。よろしくお願いします。福島県からローカル局の取材でやってきました。ゼッケンコースに、いえ、挑戦者としてファーストステージクリアしに来ました。昔アメリカンフットボールをしていました。今はちょっとジムで筋トレしてるぐらいです。せっかく行くんだから福島のプライドを見せてこいと、爪痕を残してこいという話でした。なるほど。テンポは決まっています。杉浦選手、最初勢いよく飛び出していった、でも落ち着いているとワンばかりの、自分の気持ちを落ち着かせる意味でも自分に実況、自分にエールを送りながらやりたいと思います。東北福島のプライドを背負って行くぜ、ファーストステージクリア。さあ戻ってきたぞ。楽しむんだよ。あの伝説の男たちが帰ってくる。サスケに人生を捧げた男、ミスターサスケ、山田克美。絶対行けることしか頭にないですね。闇より山田一人ぼっち。俺にはサスケしかないんですよ。山田の生き様に惚れ込んだ男、史上最強の漁師、長野誠。さらに完全制覇に最も近い男、森本裕介。ブレイキン1秒を短くする工夫っていうのを普段からずっと考えてます。今年こそあの頂へ行け。サスケ12月29日夜7時。